皆さんこんにちは。根本整体&ストレッチスタジオの根本です。今日はトレーニングを行う際にどのような順番で行ったら効果的かというお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず筋トレを行う際に実は順番というのが非常に重要になってきます。ベンチプレス、上に持ち上げるショルダープレス、またアームカール、さまざまなトレーニングがありますが、まず基本になるのは体幹に近い大きい筋肉から鍛えるというのが標準になっています。なぜ大きい筋肉を先に鍛えるのか。例えばベンチプレスというのは主に大胸筋のトレーニングになりますが、それにプラスして上腕三頭筋も使われていきます。特に上がらなくなってくると後半胸胴筋として小さい筋肉も使われるようになってきます。しかし逆にショルダープレスやアームカールというのは小さい筋肉になりますので、先に小さい筋肉を鍛えてしまうと、小さい筋肉というのはすぐに疲労してしまいますから、大きい筋肉を鍛えようとした時にもう持ち上がらなくなって、大きい筋肉まで刺激はいかなくなってしまいます。そのため筋トレの基本というのは、まず体幹に近い大きい筋肉から鍛えた方が効果的ですし、極端な話、大きい筋肉を鍛えれば小さい筋肉も共同されて疲れて鍛えられていくということが分かっています。しかしその大きい筋肉を鍛えて補助的に二頭筋に効かせるとか三角筋に効かせる、自分でターゲットを決めて補助的に小さい筋肉を鍛えるトレーニングとしてはいいので、大きい筋肉を鍛えてからターゲットを絞った小さい筋肉を鍛えるというのが常識になっています。今日は筋トレを行う皆さんにどのような順番でトレーニングをしたら効果があるのかというお話をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。